おはようございます。マッチョフォルデです。今日は皆さんが気になってるであろうお題、男なら誰しも思ったモテたいモテたいモテモテたいっていうお話についてね、話していこうかなと思ってます。で、小学校から中学校までの間を今日はターゲットに、この記憶と照らし合わせながらお話をしていこうかと思っております。皆さん、小学校中学校のモテたいについてちょっと整理しましょうか。まず小学校の時っていうのは足が速い、そうです、運動会とか、あと 50m 走とかで足が速い、何秒叩き出したってやつがやっぱその給食の時にも話題になって、で女の子からもういやキャーとか言われとって、ちょっと羨ましかったんですけど、足が速い第一です。その次、ドッジボール、そうですよね、小学校 2,3 年生ぐらいまでだったら女の子と一緒にドッジボールとかするんですけど、業間休みとか昼休みにね、その時に女の子のボールをガーって頑張って受け取ってあげたりとか、なんか強いやつとかっていうのはやっぱかっこよくモテてましたね。そして3つ目、牛乳飲むのが早い、そう、誰よりも牛乳飲むのが早かったらやっぱモテてた印象がありました。4つ目か、頭がいい、当たり前なんですけど、やっぱ漢字テストで100点を取れるっていうのがやっぱその凛々しく見えてましたね。最後5つ目、二重跳びができるとか、まあ二重跳びができるとか、あと逆上がりができるとか、みんなができないことができてた人っていうのが小学校の時にモテてました。で、中学校に入ると、小学校の時まではまあ、あのかっこよくなくてもイケてなくてもなんか引いてたものがあったりとかしたらモテてたんですけど、中学校に入るとまたこれがね、一気に革命が起きて、あのみんな思春期っていう時が来て、なんか周りからの目を気にするようになって、なんかあの周りからかっこいいって言われてない人は悪だみたいな、あとはなんかその何やっぱイケメンとか可愛いとかを気にするようになりました。もう中学校に入るともうあからさまです。まあ、中学校1年生ならまだいいんですけど、中学校2年生になった瞬間にもう変わります、人って。まあ結論から言うと、僕はあんまモテてませんでした、小学校中学校。え、ピアノやってて他よりも弾いてたんじゃないの、なんで、さっき言った小学校の時にモテる話で言うと、必ずフォルテってモテるはずじゃん、ピアノすごく弾けたのに。そうなんですよ、僕ものすごくピアノが弾けて、正直モテる人生だと思ってたんです。でも一つそこに落とし穴がありました。まず小学校1年生の時の僕っていうのは、あのピアノが上手だったんですけど、そのピアノが上手、どのくらい上手とかっていうのが学校にまず知られてませんでした。で、ピアノが上手っていうのは小学校のスクールカーストの中では全く必要なくて、ピアノが弾けるでいいんですよ。イケメンな人がピアノ弾けるの方がモテるんですよ。あのちょっとポチャッとしたやつがピアノがものすごく上手関係ない、イケメンがちょっとピアノドミソと弾くだけでもうキャーキャーなんですよ。これがスクールカーストの世界なんです。で、僕はちょっとこれらふざけんなと、俺はものすごくピアノ弾いてるのなんで俺がモテねえんだと、おいふざけんな女子たち俺のことを見てくれと思ったので、まあ小学校3年生の時に合唱コンクールっていうのが始まりました。で、合唱コンクールで僕は、はい、僕がピアノを弾いてみせましょうって言って立候補しました。そこで任命いたされまして、フォルテ君が伴奏するんだと。で、世の中の人に、え、フォルテってそんなピアノ弾けたのみたいな感じで思われだして、いやなんかかじってた程度なんだけどねとか、格好つけながら、あのちょっとみんなに披露しました。そこでいきなり合唱コンクールの伴奏とかをすると、めちゃくちゃ弾けるじゃん、すげーとか言われだして、キャーキャーですよね。おー、これは来たんちゃうんかと、おいおい、ぽっちゃり系の時代来たぞと。ナルトが流行った時代だったので、まあ長寿とか変なあだ名とかいろいろつけられたんですけど、その長寿が革命を起こす時が来たんじゃないかということで、まあ調子乗ってましたね。で、まあ、それはやっぱり人気者にはなったんですけど、モテてはいなかったんですよ。まあ小学校ってなかなか告白とかっていうのはないんですけど、やっぱりそのイケメン男子サッカーできるとか、やっぱ優しいやつとかっていうのは告白されてて、俺も告白されてーと、ちょっとピアノ弾いたらやっぱ告白されるかなとか思って、毎日靴箱で一人で靴の中に手紙ないかなとか、学校に行くじゃないですか。そしたら机の中になんかあのカゴの中にもしかしたら手紙入ってねえかなと思って周りを見ながら、おお、大体何も入ってないんですよ、僕のクレヨンしか入ってないんですよ、いつも通りです。でね、まあそんな話は置いといて、音楽の授業が僕のモテる授業だったんです、唯一の。まあ体育も少しはモテたんですけど、やっぱぽっちゃり系だったので、そこまでキャーキャー言われることはなかった。音楽が僕の唯一の、まあ、アピールの場で、いろんな曲を弾いてと言われました。そこで調子に乗ったフォルテは毎週のように曲を弾いてました。しかも
バッハだったり、あとはなんかチェルニーだったり、その時習ってた曲を弾いてたので、まあ世の中の女子たちからはやっぱりその流行りの曲とかを弾いた方がキャーキャー言われるんだなっていうので、少しずつ J-POP っていう存在を知り始めました。その時までは今までほとんどクラシックとかしか聞いたことなかったので、なんで俺の曲みんな知らんのんだろうみたいな感じだったんですけど、学校に行くと少しずつ、なるほどねと、これが今世間の女性たちを騒がせてる曲かと、なるほど、グリーン、オレンジレンジ、なるほど、知らんかったんですよ、そこまで。でね、弾いてやって言われても知らん曲なんか弾けるわけねえが、え、ピアノやったのにこんなも弾けんのって言ってな、全めちゃくちゃな、全然下手くそな男がな、ちょっと弾くだけでそこでもう持っていかれて全部そうやってね、キヤーって言って、かっこいいって、なんだったんだよ俺の時間はと思いながらピアノを披露してたんですけど、で、毎週のように、まあ、クラシックの曲を弾いてたら、ついに女性のボスから飽きたって言われて、その瞬間一気にもう女の子たちさーって去っていって、そうですよ、だって学校ってボスが一回でも飽きたって言ったら、もうそれ以外のものはもうみんな飽きたって言わないと、逆にスクールカーストの中もうはみられちゃうんで、もう僕が逆にはみられの存在になってしまいました。ただ単にもうマシンのように皆さんのために伴奏を弾く合唱のプロの伴奏者みたいな形でもうみんなに扱われるようになって、もうモテるっていうのが消えたんです。で、それをずっと小学生の間続いてました。で、コンクールとかで賞をもらうと、やっぱり学校の校内アナウンサーとかの人がなんか給食中に、フォルテ君がなんとかのコンクールに予選通過しましたとか言うんですよ。でね、みんな なんかもうその時俺、いや言ってくれよみたいな感じで、あ、わざわざ放送部の人にわざわざ会いに行って、ちょっと言ってくれよみたいなこと言いに行ったんですけど、分かってるよ言うよって言って、忘れんでよって言って、今日よとかで毎日言うのに言いに行って、今日頼むよって言いに行っとって、牛乳飲んどる時にみんなの前で鼻うんすぐあると、で僕はあー飲みながらアナウンスが始まったんですよ。で僕はみんながキャーキャー言うと思ったんですよ。そしたらみんなね、ビーンズサラダをまだ食べたままで何も気にせず僕は放置されました。そうなんですよ、コンクール経歴とかあとは賞とか取った人っていうのは、知らない人からしたら全く興味のないとこっていうのがそこで初めて知って、ああ俺がコンクールで頑張って何十時間もピアノ弾いたのも全くみんなに評価されない、これが世界の目かと、そこで初めて世の中の意見を知りました。で、まあでも結局その J-POP とかあんまり勉強せずにいたんですけど、中学校に入る時が来たんです。小学校5年生の時に合唱コンクールがあったんですけど、そのなんかちょっとイケメン風なピアノちょろっとかじったとうなやつらがなんか合唱コンクール、学校で代表で出ると、学校でみんなで合唱をしてコンクールに出るっていう、学外のコンクールに出るっていうイベントがあったんですけど、そこでまあ僕の学校がものすごく人が多かったんですけど、その中から2人だけ伴奏者を選ぶと、1曲1曲と、コスモスと怪獣のバラード1曲ずつ弾くとっていうことでコンテストが行われました。ピアノのついに来たぞと、俺の時代、もしこのコンテストでぶっちぎりで賞を取れば一気に学内中に俺の存在が知られると言って、で、コスモスではまあまあピアノが上手だった女の子が立候補してたので、じゃあ俺は怪獣のバラード行くしかないと、まあキャラにもあったしって言って怪獣のバラード立候補したんです。そしたらまさかの学内中のピアノ弾ける人が応募したので、ものすごくコンテストが激しくなり、学校の先生とか聞く中コンクールのようなコンテストでした。で、まあかじったやつらなんで、まあ正直ボロボロなんですよ、僕覚えてます、下手くそやなと。で、その時に怪獣のバラード僕かなり仕上げていったので、で、みんなその時オクターブの連打とか難しかったんで、俺がもうチュララトラトラルルチョン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 とかいきなり弾き出したら、おーってなって、そこで先生も速攻フォルテ君って言って決まって、この時は気持ちよかったですね。あ、自慢です。で、中学校に入って話をしますね。まあその合唱コンクール結局弾いてもそんなモテませんでした。僕の名前だけが勝手に一人歩きして、あ、ピアノ弾けるぽっちゃりくんねっていうだけが広まってモテませんでした。あ、おい。で、中学校行きます。中学校に入るとやっぱりね、ギャップ萌えっていう言葉を覚えて、で、まあ僕柔道部に入ってたんで、もしかしたらギャップ萌えで告白されるんじゃないかと思ってました。なんかその時ちょうどギャップ萌えが流行って、なんかルーキーズとかが流行った時で、ヤンキーなのに優しいとかっていうのが流行った時代だったので、僕もヤンキーみたいな格好をしたいけど、まあ先生から嫌われたくないっていう格好をして、ちょっと髪を襟足だけちょっと伸ばしたみたいな、ちょっとなんか瀬戸際なんですよ。それをしながら、そしてちょっと柔道部っていうギャップを使ってピアノ弾くっていうスタイルでちょっと攻めていったんですよ、世の中の女性たちに。
するとこれがまた悪評ものすごく悪評、かっこ悪いとまでは言われんかったんだけど、なんかピアノまた弾きおるぞと、まあ男子の中からもちょっとあのアージャー工場言われる世代になってきたんです、中学校になってくると。でそこでピアノを弾いてもモテることなく中学校時代を過ごし、で中学校2年生の時にまた合唱のピアノを弾いたら、なんか中学校3年生の人たちにピアノを聴かせる合唱のコンクールのみんなリハーサルみたいなのがあって、中学校3年生に聴かせる時がありました。で僕がピアノ弾いて、でなんか中学校3年生たちがざわついてるんですよ。なんでなんであんなうめえみたいな、おかしくないみたいな。俺はもしかしたら年上にモテるのではないかなと思いながらピアノ弾いて、これまたあの靴箱であのレターがラブレターとか入ってるんじゃないかと思ってひっそり見に行ったら何も入ってないじゃないかみたいな感じの学生生活を送ってました。でね、何が言いたかったかっていうと、まあ結局音楽をしててもモテないと、うん、音楽は関係なくて人なんだなと、その人の外見だったりその人の内面だったり全てを評価されて、小学校中学校っていうのはその中でみんなが評価した中で投票みたいなのがあって、その女性の中とか男性の中とかいろんな投票があって、そこでみんなの意見が一致した時に小学校中学校ではモテるんだなっていうことが分かりました。まあ僕の小中学校生活っていうのはこんな感じだったっていうので、まあ結局あまりモテなかったと、ちょっと悔しいですね。多分僕の予想なんですけど、今この YouTube を見てる人たちっていうのはもうちょっと多分チヤホヤされてると思うので、まあもっとうまくみんなにちょっとうまくレパートリーとかも少しずつ出しながら、 J-POP も1曲挟むだけでキャーキー言われるんで、それをしながら、まあモテたい人はやってみてくださったらなと思います。これは小中学校モテなかったのでピアノがすごく弾けたフォルテのお話でした。皆さんここまで見てくれてありがとう。